の前のプールには2頭のシャチがやってきています。それでは大型画面に映っているシャチをご紹介します。右側にいるシャチは名前をリンと言います。リンはここ名古屋港水族館生まれのシャチで、現在8歳の若いメスのシャチです。
50キロも出すことができるんですよ。大きな尾びれを力いっぱい振って、あっという間にトレーナーの後に到着すると、ダブーンと大きな波が立ちました。実は今のように波を起こして狩りをするシャツたちがいるんです。それでは大型画面をご覧ください。こちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と共にタイミングを合わせて大きな波を起こし、氷の上で休んでいるアザラシを海へと落として食べてしまいます。このようにシャチたちは波さえも狩りに利用するとても知的な動物なんです。さあ、ここからはそんなシャチのダイナミックなジャンプを見ていきましょう。リンがジャンプを披露する場所によってはお客さんの方に大量に海水がかかることがあります。特に3列目、4列目にお座りのお客様、時にはバケツをひっくり返したような大量の海水がかかることがありますので、濡れても困るお客様はぜひ場内の移動をお願いいたします。まずはプールの左側で合図が出ました。深くまで潜ってジャンプ、正面のジャンプが決まりました。今のようなジャンプを続いてはこちらの右側で行います。大量の海水がお客さんの方にかかっていましたね。濡れては困るお客様はぜひ上段へ。Thank you.
灰色をしているんですよ。さあ、左側で披露した同じジャンプに出発します。大きな尾びれを勢いよく振って、たくさん助走を取ります。プールの底の方まで行きました。そして勢いをつけてトレーナーの近くでジャンプです。見事な背面跳びが決まりました。たくさんの拍手をありがとうございます。トレーナーからは大好きな魚をもらっていますね。ご褒美として与えているのは魚だけでなく氷やゼリーなどもあるんですよ。さあ、続いては中央のステージへと移動します。また今リンの口元が映っていますが、シャチにはたくさん歯が生えています。ですが餌の食べ方はつるっと丸飲みなんですよ。さあ、続いてはリンのジャンプです。今サインが出ました。しっかりと目でサインを見て、勢いをつけて大きな尾びれを力いっぱい振っています。まずは1回目のジャンプ、ぐんぐんと勢いをつけて、2回目のジャンプ、高くジャンプが決まっています。ご協力ください。その後、大型